長す未来、い、長す未来、い、長す未来。1993年4月16日帯は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州モンテベロ出身の女性フィギュアスケート選手、女子シングル。2018年ピョンチャンオリンピック団体銅メダリスト、2010年バンクーバーオリンピック4位、2016年4、大陸選手権2位、2008年全米選手権、優勝。 ロサンゼルスで寿司店を営む日本出身のの、両親の元とは両親とゴルフを習っていたが、5歳の頃に悪天候の日に代わりに、近所のスケートリンクに遊びに行ったことがきっかけで、初めてスケートをする。幼少期は放課後にスケート場、夜は寿司屋のカウンターの端っこに座って、学校の宿題という生活を送っていた。2007年に、 全米選手権、ジュニアクラスで優勝するまで、資金不足で、同選手権に参加するために所属クラブが、エキシビション大会を開いて、長須の渡航費を稼ぐ。優勝後、日本スケート連盟が長須に、日本への移籍を打診したが、米国代表として出場する意向を示している。日本語は話せて、かなは、読めるが、読み書き、特に漢字は苦手である。 好きなフィギュアスケート選手名として、浅田真央、高橋大輔、伊藤緑を挙げると同時に、すべてのスケート選手に何らかの好きな点があると述べている。国籍留保によるアメリカと日本両国の国籍を保持していた。自分はアメリカ人だと思うか、それとも日本人だと思うかとの問いに対し、どっちもかなと答えるも、生活の中でアメリカ人であることを自覚する部分もあり、 自らも、日本が大好きなアメリカ人と表現する。また日本からもアメリカからも手紙が届くのですごく嬉しい。二つの国の人から応援してもらえる境遇にある私はすごくラッキーだと思いますなどと述べている。その後日本の国籍法により22歳の誕生日までに日米どちらかの国籍を選ぶ必要があり2015年に言語の関係もあって アメリカ国籍を選択した。オリンピック史上初の伊藤緑、2010年2014年の浅田真央に続き、2018年にオリンピック史上3人目となる女子のトリプルアクセルの成功者になった。2002から2003シーズンから全米選手権予選に出場する。2006から2007シーズンに全米選手権本戦に初進出。 ジュニアクラスでキャロラインジャンを破り優勝する。初めての国際大会となる世界ジュニア選手権で2位となる。2007から2008シーズンは ISU ジュニアグランプリに参戦。1戦目の JGP レイクプラシットで初優勝。2戦目の JGP クロアチア杯でも優勝し、初出場の JGP ファイナルでも優勝。さらに全米選手権。 シニアクラスで優勝。14歳9ヶ月での全米選手権優勝は、長野五輪優勝のタラ・リピンスキー、14歳7ヶ月に次ぐ若さである。また、全米ジュニアシニアタイトルを連続で獲得するのは1937年から1938年のジョーンとザ来、実に70年ぶりであった。このシーズンの世界選手権には、年齢制限のため出場せず、 二年連続出場となった世界ジュニア選手権では3位となる。2008から2009シーズンはシニアに移行し、ISU グランプリシリーズに参戦する。体の急激な成長や、右足首の怪我などにより、調子を落とし、スケートアメリカは5位、NHK 杯は8位と低迷、ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ、全米選手権は5位に終わる。 出場予定だった世界ジュニア選手権は、足首の治療に専念するため辞退し、オフシーズンの5月、コーチを、シャーリー・ムーンからフランク・キャロルに変更すると発表した。2009から2010シーズンのグランプリシリーズにて、中国杯は5位、スケートカナダは4位となる。選考会も兼ねた、全米選手権で2位となり、バンクーバーオリンピックアメリカ代表に選出され、 初出場ながらも総合4位入賞を果たす。同じく初出場となった世界選手権では SP でパーソナルベストを更新し、トップに立つも FS で崩れて総合7位に沈んだ。2010から2011シーズンは夏に右足首を疲労骨折し、9月から表情練習を再開したこともあり、調整不足のまま大会に臨むこととなった。 中国杯は4位、エリック・ボンバール杯は2位になり、GP シリーズ参戦3年目にして、初のメダルを獲得。全米選手権は3位となり、世界選手権アメリカ代表2枠から漏れてしまう。4大陸選手権では、FS のパーソナルベストを更新し、3位となった。2011から2012シーズン、ネーベルホルン杯で、シニアの国際大会初優勝。 全米選手権では過去最低の7位に終わる。シーズン終了後、フランク・キャロルとの指定関係を解消した。練習リンクの場所が自宅から2時間の場所にあり、移動に疲れてしまうというのが理由である。その後、新たにウェンディ・オルソンとエイミー・エビデンスに指示をする。2012から2013シーズン、フィンランディア杯では3位。NHK 杯は当初エントリーされていなかったが、 アリッサシズニーの代わりに出場し、ピンチヒッターながら3位に入った。全米選手権は SP で3位スタートを切ったが、大会直前にかかったインフルエンザの影響もあり、総合で7位に終わった。2013から2014シーズン、NHK 杯では8位。FS では採点システムのトラブルで滑走前に20分間、待たされるトラブルに見舞われた。ロステレコム杯では、 銅メダルを獲得。大会後には、エイミー・エビデントとの指定関係を解消。12月下旬には、岡山に滞在し、村隆の指導を受けた。コーチ不在のまま挑んだ、全米選手権は3位となり3年ぶりに表彰台に立つ。ソチオリンピックの米国女子シングル代表は3枠だったが、4位のアシュリー・ワグナーの実績が評価された選考より、 大会連続の冬季五輪出場はならなかった3月にコロラドスプリングスで練習を始め4月の中旬にはトムザカライセックにコーチ就任を依頼し練習拠点を移すことになった2014から2015シーズン全米選手権では sp で4位につけるしかし fs では膝の過伸点と軟骨の負傷が影響し4つのジャンプで 回転不足判定を受ける制裁を変えた演技となった。総合10位は過去最低の順位となった。2015から2016シーズン、ネーベルホルンハイの SP で初めて3回転アクセルに挑戦。ダウングレード判定を受けた上に他のジャンプにもミスが出て11位となった。FS では2位で総合を5位に順位を上げた。全米選手権では SP の演技の途中でスケート靴が裂けるアクシデントがあった。FS では修理した靴で滑り、2年ぶりにメダルを獲得した。4大陸選手権では2位となり、5年ぶりのメダルを獲得。バンクーバーオリンピック以来6年ぶりに総合得点の自己ベストを更新した。世界選手権にはポリーナ・エドモンズの欠場により、補欠から繰り上がり、6年ぶりに出場し10位に入った。 2016から2017シーズン、オータムクラシックの SP で、2010年世界選手権、以来7シーズンぶりにパーソナルベストを更新し、首位に立った。FS では、ジャンプの回転不足が目立ち点数が伸び悩むも、SP のリードを守りきり優勝した。2017から2018シーズン、シーズン初戦の2017年、US インターナショナルクラシックの SP において、 初めて3回転アクセルに挑戦し着氷。オーバーターンしたため出来栄え点はマイナスであったが、回転不足はつかず、ISU 公認大会での初認定を受けた。さらに翌日の FS でも挑戦し、よりクリーンに着氷。わずかに出来栄え点での減点を受けたが、再び認定された。これにより、女子選手としては、史上8人目、米国選手としては2人目となる。 国際大会での3回転アクセル成功者となった。全米選手権では3アクセルのミス以外は完璧に決め、2位となりに大会ぶりのオリンピック代表を決めた。アクセルを含む6種類の3回転ジャンプや3回転フリッププラス3回転トーループのコンビネーションを用いる。レイバックイナバウアーからの3回転サルコーや円を描きながら、 踏切に入る三回転ループなどの技を持つ。三回転ルッツはエッジエラーを取られる時もある。三回転アクセルは2017年 US インターナショナルクラシックで初めて成功せた。高い柔軟性を生かしたスピニア、スパイラルシークエンスが得意。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。